まあ、今度こそ決着つけたいよな。早う終わりたいんや、俺は。うん。そうですね。どこかな？なんてことを考えたりするけど。バンバン下一挙ったら、あるぐらいの感じで追っとけばいいよ、もう。問題は取るところなんやけどな。今はまあ、身構えんで、よしよし。そう。ここに一回取りに行きたいんやな。取りに行きたいんやけど、効率悪いわ、って話になった。話になったんかわからん。ここでうまく取れるなら、ここで続けていきたいところなんですが、何やけど。取れんなら、どうやったらいいんだろうな。こういうやつ。分かったもんじゃないですな。あ、こうなる。だから何言ってた感じなんやな。ここ掘ったって下に落ちるとか、そういうんで結局取れずじまいで終わるもんな。どうやって取るもんなんこれって。わからない。勝手で、こう掘っていくパターン。あかんわな。じゃあどうする？残ってる。そういうことか。もしかしたら水の隣の黒曜石を壊してたら、そこに水が流れてくるっけん、溶岩に落ちる前に黒曜石として成り立つ。溶岩が潰れる。これだ。これか。これが攻略法なのか。とはいえ怖いよなこれ。一気に溶岩に突き落とされそうで怖いよなこれ。お、いける。単語確保。いけるぞ、これいけるぞ。いけるぞ、いけるぞ、これ。マジでいけるんだよ。いいね、いいね、いいね。おうおお、逆転きたか、逆転きたか。いいじゃん、いいじゃん、これ。これ、無理なく取れるんだ。無理なく取れよ。無理なく取れよ。無理なく取れよ。短くぐらい取って帰りたい。いいぞ、いいぞ、これ。いいぞ。おう。おほほう。大逆転か、これ。大逆転きましたか。大逆転クイズでした。あざ。テイさんの時によくわかるできました。いやいや、いける、いける。よし、よし、よし、よし。よし、なるほど、なるほど、まあ、いくよ、まあ。いけるんだ、いけるんだ、いけるんだ。アジや、やったや、いける、いける。じゃあ、こっち流れていった方がいいな、うん。こう、あ、ちょっと待って。これ予想外、これ予想外。あっぷな。ちょっと、ダメな時あるんや。あら、怖。あっぷな、死にかけた。死なんですんだけど、死にかけたぞ。危なかったぜ。さて、どうなる？そうなると、どうなる？どうやって掘っていく？この辺で掘っていくか。ここならまだいけるんじゃないかなって読む。あ、よいしょ。あ、いけたんじゃん。いけたね。あ、さあ、慎重に行くから、あとはいつ死んでおかしいな、今な。オッケーオッケー。あ、そうそう、いいぞいいぞ。このまま。続け、続け、続け。オッケー、いいよいいよ。いやいやいや、オッケー。それそれそれ、いい感じで取り込んで攻略法見つけた、やったよしよしよし。あ、何ぽよ、これ、これ、これ、いいやろ。13号、いいね。よーし、これ出したでしょ。 OK。 もう深追いはせんとこ、深追いしない。多分これだけあれば十分ネザーゲートは作れると思うよな。というわけで、絶対、埋めろ埋めろ。そういう不安要素は潰しとこう。あ、潰さんでもええやもう。
とりあえず上に地上に帰りまーす。はい、帰ってきました。無事帰ってきました。じゃあ言ってもピーズ来るやけんな。無事帰ってくるが当たり前っちゃ当たり前なんやけどね。あ、結果まあ黒曜石18個手に入れてきましたよ。ですね、ここに作ろうと思うんですよ。これなんかちょうどいいでしょ、こういう空間。ここにこう作ってね。というわけでこれ溶けて、確か縦5で横なんぼだろう。横も5かなんて。待てよ、よく考えたら火打ち石いるんじゃなかったっけ確かそうだったような気がするんやけど、あるかな火打ち石。今更ながらあるやん。問題だけあるやん。7個もあったやん普通にあったわ。つまり3、4、7、8、9だろ。こういうことか。猫か、これじゃね。こういうこと、こうすればなんかちゃうような気がするんやけど、これで横がこうか。これでいいんか。でもってそこに火打ちして、打ち側に火をつけてなったっけ。あれあれ、つかん。あれ、え、なんか間違ってるこれ。どういうこと、どういうこと、これで間違っとる、これ。なんか間違っとるかな、おかしいな。何、今度は何があかん、今度は何があかん、今度はって何一回目やけど。何があかんの、火打ち石じゃなかったん。何、なんか悪いところあるんすか。火打ち石やけんダメなんかな分からん。次の時まで調べていこう、調べておきますか。まあ今回はこの辺で。ああもう黒曜石取るってこんなにだるかったんや、大変なんや。あれ、 なんで俺メニュー押したん。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。自分はなぜ遠くまで聞こえるの、あの星はな。なんで星って言うたん。